い、どうも田中元成です。この動画で明日の重賞予想、そして WE5 対象レースの椅子から A 評価は、この2つをやっていきたいと思っております。明日は20勝あるんですけれども、今回はですね、京都の東海ステークス、こちらの方を選択いたしました。この動画が何か参考になっていただければそう考えておりますので、ぜひ最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。はい、でやっていきましょう。明日の東海ステークスなんですが、本命はオメガギネスにいたしました。こちらの馬ね、4歳馬なんですけれども、ケレアとしてはまだまだ、足りていないね、そんな部分もあるとは思うんですけれども、この馬の前走ですね、グリーンチャンネルカップ、こちらがかなり強かったと僕は考えております。土地勝ったという結果ももちろんなんですけれども、結構ね、デビュー6歳ぐらいですかね、2着馬にそれぐらいの差をつけていたんですけれども、やっぱ3歳の秋においてですね、あのコバ相手に3歳馬があの条件で勝つっていうのはなかなか簡単ではなくて、それ以上にですね、あれだけ圧勝すること、これがすごく価値があると考えております。で、例えばですね、その3歳秋に、この東京のダート 1600m のオープンクラス、これを勝った馬で、レイビュー6歳以上ですかね、そういった圧勝のを飾った馬で言いますと、ちょっと古いんですけれども、藤野真剣王とか、例えば黒船ですとか、サイレントディール、これらの全てですね、後に G1 で馬券圏内があるという、そんな圧倒的なパフォーマンスを示したということは、一つ見逃してはね、いけないところだと考えております。当時結構ハイペースではあったんですけれども、先行してすんなり抜け出しての解消ということで、やっぱあれだけの競馬されちゃうとね、やっぱ条件問わず僕はこのまま狙い続けるのがいいのかなという、そんな印象です。あとこちらですね、週中のツイッター、まあ、X の方でもうつぶやいたんですけれども、この戸崎ジョッキーが、この大和田鳴厩舎という厩舎なんですけれども、このコンビにですね、2023年以降の継続騎乗、こちらに参戦した際の成績が6111ということで、もう馬券内で 88% ぐらいですかね、そんなとてつもない成績を残しておりまして、いわゆる厩舎の勝負騎手、それがですね、今回関西圏に遠征をして、もちろんジョッキーも遠征するという、そうなってくるとですね、やっぱ賞金加算も含めまして、やっぱここで勝負気配がないわけがないという、僕はそんな判断を下しております。で、日曜の京都がね、やっぱ道あるというか、両馬場にはならないだろうという、そんな想定でもありますし、であればこの馬、道あるダートに2002勝というね、前走なんかもすごい強かったです。そういったパフォーマンスがありますので、ここは人気ではあるんですけれども、それに応えるだけの力があると考えております。今年の東海ステークスの本命は、この馬ですね、オメガギネスにいたします。で、相手本戦なんですけれども、今回レッドファールという、ちょっと人気としては盲点かなという印象なんですが、こちらの馬を抜擢いたしました。この馬がですね、ちょっとまだ道あるのダートの経験がなくて、例えば左回りの2100メーターとかですね、そういったとこがメインの主戦としているとこかなと思うんですけれども、前走はかなり僕見どころがあったと考えております。まあ、距離としては、久々1900メーターかな、そういった条件でもありましたし、右回りだった。そういったところでも馬券圏外だったんですが、当時直線ですね、大外を取ったんですけれども、直線でインをつくという、そういった競馬を披露しておりました。で、このジョッキーですよね、岩田ジョッキーということで、まあ、正月競馬からその見せてくれたんですけれども、直線イン好きというのがもう、このジョッキーの代名詞みたいなことになっておりまして、それをやるにはもってこいの、そんなジョッキーだと僕は考えております。で、このまま冬競馬の良績が素晴らしく良くてですね、12月から2月の、その時期の成績が2211ということで、ほとんど馬券圏外がないという、そんな安定感も誇っております。僕もそれでね、オメガギネスは結構強い競馬をして、前を潰す可能性を想定しておりますので、であればこの馬がインからスルスルと突っ込んできて、連帯確保まで持ってくる、そのシーンは想定すべきではないでしょうか。で、その後がウィリアム・バローズですね。こちら、金層もいろんなところを使っているわけなんですけれども、安定した成績を残しているという、そんな一頭となっております。まあ、このまま、急半がちょっとあんまり良くない印象でして、直線が急半ではないダートで言うと、2010ということで、馬券圏外がありません。で、前走控える競馬もできたんですけれども、もともとやっぱね、前に行ってなんぼというか、四角先頭での勝利がほとんどという、そんな馬でもありますので、今回そんなに、ダートのこの条件にしては前に行く馬多くないぞというところがありますので、外枠なんですが、スタート決めて、タバよりそうして2、3馬身ぐらい、出た瞬間に、もう行けるぞとなったら、おそらくこのジョッキーだったら行くと思います。そうなった場合にやっぱ粘り込みは警戒すべきなんでしょうか。その後はビクティファルスですね。こちら初のダートだった前走で快勝という、そんな一頭です。なかなかオープン特別、あの条件で初ダートで、しかも結構キャリアも食ってたんですが、そういった馬が快勝するってあんまり見たことないという、そんなところがありまして、まあ、じゃあ早く使えよという、そんな言葉もね、出てきてしまうような、そんな一頭なんですけれども、結構ね、やっぱ前走は強かったと考えております。前に行った馬がメイクアリープという、結構その条件ではもう主みたいな、そんな馬だったんですが、それを早め先頭で潰すような、そんな形での勝利でした。
まあ、そういった距離適正なんかもね、このまま 1800m でしか構想していないという馬でもありますし、冬競馬でいうと共同通支配、そういった上級クラスでの構想もありましたので、やっぱこの条件でも軽く扱えないというそんな一頭です。はい、続いてはウィンファイブ対象レースの S から A 評価馬ですね、こちらの方をやっていきたいと思っております。まずは京都の10レース、こちらなんですけれども、この4頭が該当をいたしました。この中だとドン・アメティエですね、こちらの馬今回外枠を取ったわけなんですけれども、前走が上級このクラスで2戦目だったわけなんですが、逃げる競馬で勝ち馬と0秒1差ということで、クラス通用の余地を示したそんな一戦でした。こういった逃げ馬ってですね、構想した後ちょっとペース自分で取れないと分走するとか、そういった可能性もなきにしもなんですけれども、この馬自身でいうと3走前に控える競馬で勝っておりましたし、それ以前もですね控える競馬での構想があるという、まあ、ある程度控える競馬でも大崩れないという状況でもありますので、今回だったらね、こう時空としての評価としても考えたいというそんな一頭です。はい、続いては中山の10レースですね、こちらの4頭なんですが、この中だと2枠3番のフラッパールック、僕はこの馬に注目をしております。こちらの馬がですね、まあ上がり馬というか、金層ほとんどもう結構強い競馬を続けているという、そんな一頭なんですけれども、前走ですねプラス10キロということで、ちょっと馬体重は増えていて冬競馬でちょっと大丈夫かなという、そんな心配もあったんですけれども、普通に先行して勝利という、まあこれも本格化と捉えて良いでしょう。結構馬体重を増やして勝つこと、しかも上がり3波の上位で勝つこと、これ一つのね、僕の中での覚醒した馬というか、もうずっと本命、止まるまで本命打っていいんだろうなぐらいな、そんなような僕の中の基準でありますし、今回ちょっといろいろ他にも強そうな馬というか、金層高層馬もね、多い状況であって人気がばらけるという、そんな想定で考えた時にですね、やっぱ僕はこの馬が、いろんな覚醒期にあることといろんなことを考えますと1枚抜けてるという、そんな印象もありますので、まあこういった評価となっております。はい、続いては小倉ですね。小倉の11レースなんですが、こちらの4頭が上がりました。この中だと、名称モズですね。5枠当番の馬なんですけれども、こちらがですね、もう昨年も重賞で全然、結構惜しい競馬としたような、そんなような1頭でもありますし、まあ能力的にはね、全然このクラスや上位とそう捉えて良いのかなというふうな印象です。じゃあなんで前走負けたんだろうという、そこは確かになくはないんですけれども、当時打ち役を取ってしまいまして、ちょっとこの馬で言いますとね、勝ちパターンがこう外からグイッとまくるような、そんなところがあって、昨年の夏競馬でも、そういった競馬で小倉で好走を果たしました。やっぱ前走のようにちょっと窮屈なというか、そういった状況ですとね、持ち味を発揮できないという、そんな印象なんですけれども、逆にこの条件だと、昨年夏に連続好走があって、さらに道歩に関してもね、2走前に、この重馬での勝利実績がありましたので、明日の馬場コンディションとかこの舞台設定、そこを考えますとね、やっぱ今回は前進が可能とそう考えております。はい、次では京都の11レースですね。こちらさっきのおさらいになるわけなんですが、まあ、オメガギネス。こちらの馬に関してはね、やっぱ陣営の勝負遠征に加えまして、道ある適性を評価したという次第でございます。で、レッドファーロー。これはもうジョッキーですね。ジョッキーという部分が結構多くを占めているのかもしれません。まあ、一発を狙うんであれば、今回、うちでこう、息を潜めて、できるとこう、スルスルとバグを縫うようにしてね、進出するという競馬ができれば、上位の可能性高いと判断をいたしました。で、ウィリアム・バローズはこの道ある適性だったりですとか先行力、さらに言いますとビクティ・ファレス、こちらに関してちょっと未知数の部分があって、この枠順でちょっと不安もなくはないんですけれども、やっぱ前走初スタートで勝てること、これポテンシャルの証明でもありますので、評価としてはこれが下げれる限界と判断をいたしました。はい、次で中山の11レースですね。こちら AJCC、 これは1頭ずつ紹介をさせてください。まずは、ボッケリーニなんですけれども、この馬に関して言うとね、G1 以外はとりあえず上位評価しましょうという、そんな分かりやすいような成績でして、2022年以降、この条件のですね、2020年以降の G1 以外のレース、そちらに関しては2510ということで、ほとんどというか全くですかね、大崩れがないという、そんな一頭です。まあ、今回外枠を取ったわけなんですけれども、他に全然行く馬がいないという、そんな状況を考えた時にですね、京都大賞典で結構これスタートして行こうと思えば花行けんじゃねえぐらいのそんな出足を見せておりましたので、直1コーナーまでが長いこの条件で、外枠だったらむしろね、束の見方をこう伺いながら先行することができるという、そう踏まえますとね、やっぱこの舞台での大崩れは考えにくいと僕は考えています。でその後が湘南バシット、こちらの4歳馬を抜擢いたしました。まあこれは馬場です。馬場適性がおそらくこの中でダントツかなというぐらいな印象がありまして、昨年はこの道あるとかで勝ち上がったりとか、そんなことがあったわけなんですが、なんといっても皐月賞ですね。
皐月賞、当時道あり開催最終週で道あるということで超絶タフなそんな状況を早め戦闘で5着に粘ったという、そんな一頭でして、まあ、その後はちょっと不振を極めていたわけなんですけれども、超高速馬場の日本ダービー、そして神戸新聞杯、大外を通ってしまった菊花賞とかね、そういったジャパンカップとか、かなりきつい競馬が続いておりましたので、まあ、参考外とそう言って差し支えないのではないでしょうか。まあ、中山はまだ馬券1回しか走ってないかな、そういったところで馬券圏内はないという条件ではあるんですけれども、今回この手頃な人気だったらむしろボッケリーニは2着が多いような馬というね、一つそんなところもありますので、意外とこっちの頭も1個ね押さえとかそういったところで狙ってみても良いのかもしれません。でそんな中マイネルウィリトスですね、こちらも言わずと知れた道ある校舎というね、そんな一頭となっております。で金層は 2500m ですとか 3600m、 もうザ・ステイヤーみたいな、そんな適性を示しているわけでして、であればですね、やっぱ明日想定される道ある、さらにタフな馬場コンディションがね合わないわけがないというそんな一頭ですかね。まあ、ちょっとローテーション的には詰まっているのかな、そういったような状況ではありますので、そこは確かに、あと距離的にも不安はなくはないんですけれども、やっぱこのメンバーとこの枠順とさらにこの馬場コンディション、そこでやるとね、やっぱ評価これが下げれる限界と判断をいたしました。でその後がホーリアリティ、これは完全な穴馬です、穴馬ということで捉えてください。この馬なんですけれども、2走前がちょっとね、先行して道ありで押し切るという競馬でして、逆に前走は後ろから行って4角13番手からということだったんですけど、ちょっと走ってみないと分かんないです。ちょっと本命とかそういったところには打ちづらいような、そんなタイプではあるんですけれども、逆に言うと前に行ければ、これほど頼りがいのある存在はいないのかなというぐらいの穴馬というふうになっております。でこの昨年の冬競馬ですね、こちら中山だったんですけれども、そちらで連続コースをしたように、当時先行客室だったわけなんですけれども、そういった客室でですね、前に行って滑り込んだという、そんなことがありましたので、前に行くことができればもう何なら大逃げしてほしいぐらいな、そんな一頭なんですけれども、もし仮にそれやっちゃったらね、ただ日経賞だと思うんですけれども、猫パンチという馬が昔おりまして、そういったぐちゃぐちゃの馬場コンディションで前が止まんなかったという、そんなところもありましたので、ちょっとだけその再現を期待したくなるような、そんなところにもありまして、この WE5 というね、評価もできれば、表を入れておきたいところでもありますので、そういった、いわゆる勝ちの可能性が少しでもある、そこにおいてですね、このホーリアリティは軽視禁物と僕は判断をいたしました。はい、以上で明日の重賞予想とウィンハイブ対象レースの椅子から良い評価はこの2つは終了となります。明日ちょっとね、全国的に天候は良くなさそうで、まあ土曜も結構ね良くなかったんですけれども、さらに拍車がかかりそうな、そんな一日が予想をされております。行動が何か参考になったらね、ぜひチャンネル登録などもよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それではまた。